漫画やアニメの心の心声についいて、どう思いますか映画では完全にないとは言えませんが基本的には使われない演出ですあ、つまりモノローグってやつねそれは見てる人に想像力を働かさせ考えさせるようにしてるからだと思います文字だけの小説ならまだしも視覚的に表現できるのにキャラの心情や思考心の声で全部説明してしまうのは無粋だと思います無粋って言うけどさアニメってさ表現に限界はあるはあるんだよつまり、実写だったら、 人間の顔じゃん。俳優さんが何を考えて何を演技しているのか実は監督も分かんないわけだよねところがアニメーションの場合さキャラっていうのは支持してかかせるももだだらさ100、作為的なもん,なんだよキャラクターの演技っていうのはアニメの場合100%作為的なもので実写の場合は 俳優さんは作為的に演技をしててもそれが自分の顔の筋肉をどのようにコントロールしてるのかとかさどのように見えてるのかっていうのは作為的になりきれない部分があるんだよね。なので実写の表現の幅というか奥行きとアニメの表現との奥行きを比べるとどうしてもアニメの方がちょっと負けちゃうわけだ。 負けてる分何かで取り返さないと同じ表現の豊かさというのは手に入らないので俺それがあるからアニメ特有のモノローグっていうのがしょっちゅう入るんだと思うな。なのでアニメからモノローグを取っ払っちゃってそれを演出で全部映像として見せるということはできると思うんだけどもそれをやってもアーロと少年みたいになっちゃうと思うんだよね。いわゆるピクサーのアニメっていうのは あんんまり心の声がないんだよ。それでも例えばカーズとかはさすっごい心の声とか入ってるよねあれはやっぱり背景にしてもキャラクターにしても表現が有限だからどうやっても心の声とかモノローグっていうものをどん,どん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 入れていかないとそのカーズにしてもそうトイ・ストーリー」もそうなんだけども成立しないんだよねお話っていうのが作れない。でも実写だったら「そのスター・ウォーズ」にしても何にしてもあんまりないっていうのは俳優さんが演技しても観客は読み取らなきゃいけないっていう関係性があるから あれでいいんんだだ。と思うんだなのであんまりそこはねアニメーションであの実写みたいにモノローグなしで演技だけでやろうっていうふうにすると逆にあの「チャンネル登録もよろしくね」。